さんこんばんは。 UEFA チャンピオンズリーググループステージ第4節コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。 UEFA チャンピオンズリーググループステージ第4節では立ち上がり見てまいります。一打遠藤へ、さあ仕掛けてくるのか、フリーだ。これはシュートまで少し時間がかかったようにも見えましたが、いかがでしょうか。そうですね、少しそういう感じがしますよね、やっぱり時間をかけずにシュートするにはボールをもらう直前に次の動きをイメージしておくことが大事ですよね。なるほど、これはキーパー、シュート、前のスルーパス、いいボール入りますよ。グラム、ジェノア立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね、はい、なるほど。サイドのスペースへ走らせる、ボールが上がる、ここでファウルがありました。たまらず行ってしまいましたね。およそ30メートルというところです。先制点の大きなチャンスです。直接来た、先制、素晴らしいゴールでしたね。先制1対0、ゴールに吸い込まれていきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。1対0、まあこのまま波に乗るのか逆に返されるのか、ミスターどこのワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。そうですね。グラム、ジェノアがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。ここ仕掛けてほしいですね。あ、来ましたよ、お前来た、追加点、ジェノア、ジェノア立て続けにゴールを決めてきます。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。相手のバックスはその前にもう対応遅れてましたからね。結果的には開けてはいけないエリアにバイタルができてしまいましたからね。しかしこういうチャンスを落ち着いて決めるあたりが素晴らしいですよね。さあジェノア着実に得点を重ねていきます。2対0、まあ1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。1打ジョアン・マウティーニョ、距離はありましたけども精度の高いキックで狙ってきましたね。ここも固い守りでボールを奪います。遠藤、アロンボ、縦にボールをつないでいきます。絶好の位置で受ける、ジェノア、これはスローイン、チャンスですよ。
中は枚数います。ここ出る前線へ出す、堅いディフェンス。縦を使います。さあここからの展開、これはなかなかこじ開けられない。さあ前線へ、チャンス来た、内田、グラム、遠藤、ノリ、グラム、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。ジェノアとしてはファーストゴールで何か掴んだんでしょうかね。立て続けに決めましたし、この後も前半同様しっかり守りながらメリハリのある攻撃を続けていくことでしょうね。ジェノアが2点を先取して折り返します。早々とこの後半始まっています。サイドのスペースを使います。ここもしっかりディフェンスしました。キーパーから前線へ、高いディフェンス、遠藤、大きく縦へ、絶好の位置、シュート、バックスのほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。そうですね、やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。はい、縦にボールを送ります。ふわっとしたボール、シュート、最後ヘッド合いません。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたね。ジェノアがこのセカンドハーフ序盤を2点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。まあ次の1点が決まるようなことがあればほぼ安全圏ですよね。サッカーやってる人なら分かると思いますけども、ハーフで3点ってそう簡単に取れないですからね。ただ油断は禁物ですよね。この時間帯ですと 2-0 は追いつかれる可能性もありますからね。おっと来た、バックスの緩慢なプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ジュアン・モウティーニョから遠藤、もう一つ前に行きたい、キーパーからのロングフィード、長いボール縦へ、ボールを受けます、長いボールを送ります、フリーで受ける、どうだこのシュート、おっとルーズボール、いや今のは本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力でしたね。このボールに触ります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ジェドアとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。味方を走らせる、うわ曲がる、遠藤のシュート、追加点、ジェドア、ジェノア3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。エンド、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応できるんですよね。見事ですね。ジェノア
ットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。一気に縦へのアーチ、内田、右サイド上がっていく、ここかわす、エススナバサ、クリアは精一杯ですよね。前線へのボール、まだいますよ、これはなかなかこじ開けられない、一打復帰藤原、これはファールです、イエローカードです。今日のゲーム先制点はフリーキックからでした。手元の時計3分を切っている状況、今日4点目かというシーン、ここも高い守りでボールを奪います、一呼吸を置きます。アディショナルタイムは4分あります。おっと、そんなに止まってましたか。グルペギ、ジェノは落ち着いて時間を使います。ジョアン・モウティーニョ、遠藤へ、ディラン・ギブス、エススナバス、裏へチップ、このボールはカットされます。タッチ終わったところで笛が吹かれました。試合終了、3対0、ジェノア一方的な勝利、決着相手を寄せ付けませんでした。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ジェノアとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。